アントニオコロム、アントニオコロムマスは、スペイン、ブニョラ出身の自転車競技選手。1999年に、プロ転校。これまで、2002年のアンダルシア一周、2004年、2009年のマジョルカ一周、2006年のコムニダ・バレンシアーナ一周の各総合優勝を果たしているが、2009年に、チームカチューシャへ移籍した後、ここまで目覚ましい戦績を収めている。 上実の通り、マジョルカ一周を制した後、パリニースでは、総合5位。バスク一周では、最終第6ステージの個人タイムトライアルで、アルベルト・コンタドールに次いで2位に入り、総合でも、コンタドールに30秒差の2位に食い込んだ。同年6月9日、国際自転車競技連合は、コロムに対し、エリス・ロポエチに陽性反応が認められたと公表した。 2010年5月28日、スペイン自転車競技連盟より2年間の出場停止および46,958ユーロの罰金が下された。サイクリングニュース2009年6月10月徹底時 COLOMSUSPENDE f-o-r-t-w-o-y-e-a-r-s-c-y-c-l-i-n-g-n-e-w-s.com、e e、5月28日付記事。ありがとうございます。